はい、ということで僕はですね、今江ノ島に来ております。え、ここは何ていうところなの？食べ歩きゾーン食べ歩きゾーンに来ました。海鮮やっぱ食べたくないですか？海鮮食べたいね。え、伊勢エビ4,300円。でも美味しそうだけどね、これ並ぶんかな。お、次だ。今日の衣装です。なんだっけ、カニさん、カニさんブランド名MSGM っていうブランドだそうです。あ、これがそうか。はい、本日用意された衣装はカニさんでございます。はい、ということでご飯来るまでまた待ちです。ご飯だ。ヒント、うん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 、美味しい。久々にこんなちゃんと新鮮なもの食べるな。カプラーカみたいな。確かにそうだね。沖縄の見た。うわ、うまっ。めっちゃエモいだった。え、ヒョクさんって前回来たのいつぶりなんですか？江ノ島？江ノ島は初めてだよ。え、初めてなんですか？うん。そうなんですか？だからさっき、うわ、江ノ島だって言ったじゃん。久々だっていう。違う違う違う。江ノ島は初めて。一緒に来る相手がいないのもんで、ご飯うめえな涙が出そうでうまそうにして。これって何なんだろう。タイですかね。これタイ？大してタイ。ごちそうさまでした。ここにいればまだ涼しいけど、ちょっと出たら暑いよね。なんで2枚着てんだ僕は。アイス食べたいね。もしくはかき氷でも。戻ってくるときに食べます。オッケーオッケー。上がったところの5000があって、戻ってきたりとかあって、もうちょっと下るとあのヒョクさんが食べたい、うん、あの串のいっぱい売ってます。オッケーオッケー。ちょっとデニマスプロジェクト店内映せないと思うので、ちょっと今から、じゃあ今からデニムストリートをちょっと見てきます。デニムソフト、これか。何味なんだろう。ブルーハワイ、ただただバニラの着色かもしれないですよね。そっかいや、暑いのかなと思ったらそういうわけじゃなかった。こんなに太陽さんさんでも日焼け止めを塗らないんですかあなたたち二人とも。顔は塗りました。顔だけじゃないでしょ首はありえないデニムソフト一つをお願いします。デニムソフト460円。はい、ありがとうございます。できれいな色。おー、ダダダダダダダ、デニムソフトドラえもんみたいになっちゃったじゃあ一口いただきます。あ、なるほど。何味ですか？ラムネ。うん、なるほどね。うん、ラムネとバニラ。オッケー、じゃあ次行きましょう。行きましょう。はい、甘としょっぱの交互ですね。ホタテ、うわ美味しそう。一口でいっちゃっていいですか？ホタテいただきます。うまっ。あ、これうまいわ。
めちゃくちゃうまい。でももうお腹いっぱい。もう食えん。ホタテ美味しかったです。待ってる？めちゃくちゃ暑いので、こういう時はですね、エンジンを一回つけます。窓を開けます。反対側だけ。で、もう5回やるだけで5度は下がるんだって。オッケー。でも暑いけどね。どうぞ。あ、おみくじあるよ。やります？ヒョクさん、恋の運命だって。あ、一恋100円。100円、100円で一恋。僕は黄色が好きなので、黄色いのを。恋の運命占ってみませんか。世界一当たる。怪しすぎる。大体大吉。何大体って。そんな抽象的なおみくじある。うん、要は大吉ね。なんか微妙な反応してるけど、よかったじゃない。ぜひ今までやれてなかったことに挑戦してみて、大体いい結果が出るわ。結構上からの。なんかすげえ上からな。何これ。ラッキーカラー、今日は紫色にヒントがあるよ。あ、ない。くぅ。はい、ラッキーアイテム、缶コーヒー買いましょう。そこに自販機あるから。なんだこの上から目線な、おみくじは。腹立つな、これ。結んでいきます。すごかったな。オッケー、だいたいうまくいくわ。どういうこと。じゃあもう誰でもいいってこと。だいたいはどこまでよ。どこまでを言うの。すごい不安じゃないそれ。あ、1か8かみたいな。グアバにします。いや、やっぱレモネード。今日紫がさっき書いてあったよね。あ、確かに。ラッキーカラーって。違う、こんなんじゃない。何の音なんだろう。これあれ、こういうやつかな。ちょっと不調になっちゃった。ちょっと調子悪いみたい。叩くっぽいですね。そうだよね、手で叩いてる感じの軽い音。ということでレモネードです。混ぜるんだよね、確か。あ、これさ、もうギリギリまで入ってるから混ぜるのすごい難しい。混ざってる？あ、なるほどね。お、すごい、紫がだんだん黄色と混ざって、すごい淡いピンクになった。うわ、出た、タコせんだ。え、僕タコせん初めて食べるかも。でも軽いですよ。軽い？今お腹いっぱいだけ食べれる？こうやってこのまま食べるの？うん、本当だ、軽い。いいね。サイン。なるほどね、こんな感じか。おいしいおいしい。生き返る。いいね。あ、なんか。え、なんだろう、なんか普通のレモネードじゃない。あのスーって抜ける感じ、こうなんかミントっぽい感じの後味。おお。すごい、これ全部あれ、海の家の中。え、僕こういうの初めて。すげー。なんか2人が僕の前になってから、僕いろんな経験させてもらってるわ。なんか娯楽を今までさ、ずっと我慢してきてた仕事人間だったから、すごい。うん、海だ。あ、海の匂いしますね。これ海の匂い。
確かにここはこういうとこ僕来ないわ普段。海とかマジで久々砂浜を歩くことが多分3年ぶりぐらいわあ水着の美女がいっぱい夏休みですね夏休みだたった1日の夏休み半日の夏休みわあわあ海だは癒される。いや今日カンカンって良かった。いいですね海。いいね、うん、わー楽しい。どうですか本当。わー彼女目線も彼女目線ねこうやって引っ張ってるとかめっちゃいい感じ。いい感じ。ああ。ちょっとアップもしてますね。逆光じゃない大丈夫？気持ちいいな。頭抜き。うん、まあ。はい。これも流行ってるよね。はい。ちょっとアップ目に顔がわかるように。オッケー。これしゃがんだら変かな。三。2、1いいですね。いいんじゃないですか。なんかもうずっと無縁だと思ってたこういうところ。いや別にそんな頻繁に来たいとは思わないけど1年に1回だったらなんかあそこでビーチボールやってる男子もあそこに座ってる男子もずっと真ん中の JK 見てる。どっからでしかも直に客さんも。ああ僕も見てた。あかんあかん。泳げたらな。泳げない。沈む。うん、マジで全くもって泳げなくて沈む。いいね、このなんかゆったりとした時間。うん、ここにノートパソコン持ってきてここで編集したい。海を眺めながら編集とかすごいだろうな。はい、ということで、約3年ぶりの海へ楽しかったです。海の家まず人生で初めて入ったからすごい嬉しかったです。ももちゃんありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございました。すごい新しい、なんだろう、ジャンルを経験させてもらえて楽しかったです。はい、多分僕が一生かかることないだろうなと思ってたところに経験させてもらえたので楽しかった、はい、という感じで、たまにはこうやってマネージャーさんたちと一緒にいろんなところ行って、まあ、本当に Vlog の撮影もできたらなと思います。はい、またじゃあ皆さん次はどこに行くのか、もしこういうとこ行ってみてほしいとかあったらコメント欄に書いてみてください。ではではまた会いましょう。バイバーイ。